皆さんこんにちは、カイカイです。今回は PS5 に搭載されるテンペスト 3D オーディオエンジンと CPU についての議論動画になります。ぜひお楽しみください。画面に表示している通りです。前回の動画だったかなにリクエストがありますんでやりました。これで音入ってなかったらちょっともうこれ以上水源に近づくことはできませんので申し訳ないんですけども、早速入っていきましょうか。PS5 の CPU は8コア16スレッド 3.6GHz と、PS4 の時代と比べて大幅な強化になっています。これは数字だけ見ても明らかですし、数字に現れない部分でも全通アーキテクチャを搭載していることによる前の世代と比べての大幅な IPC の増加によってかなりのパフォーマンス強化も見込めています。ダブルで強化されているということですね。で、今回の動画では、実は一見無関係そうな、テンペストエンジンですね、これの搭載によって PS5 の CPU はこのダブル強化よりもさらにパフォーマンスを発揮できるということについて話していきます。しかもですね、このパフォーマンス強化によって PS5 の CPU は Xbox シリーズ X の CPU を超えるパフォーマンスを発揮できる可能性すらあります。まずはテンペストエンジンについて話していきましょう。この動画を見ている皆さんはもうほぼ知っているかと思いますが、一応補足です。テンペスト 3D オーディオエンジンだったかな、はソニーが開発した特殊な、ハードウェアチップでして、これが確か CPU だか GPU だか、とりあえず APU に搭載されていることということですね。これによって 3D オーディオ処理を大幅に高速化、もしくは並行化することによってより強力な、PS4 時代と比べるとより強力な 3D オーディオパフォーマンスを PS5 で実現するという、ものです。その実態はというと、確かあれなんだっけ、名前ど忘れしちゃったんですけど、ラプラス変換じゃない方のやつです。あれをいっぱい同時にすることに特化しているやつです。それによって、時間の中で表されている数量を周波数の領域に持っていって、そこで処理をし直して、その周波数領域からまた、逆変換をかけることによって時間領域に持ってくる。これによって 3D オーディオ処理というものは成り立つそうです。それ以上に深い要素もたくさんあると思いますが、さすがにそれ以上はあまり詳しく私にもわからないので説明はそこで留めておくことにしましょう。で、なぜテンペストエンジンが PS5 の CPU パフォーマンスを強化することになるのかということですね。それはですね、今までオーディオ処理が CPU でされていたからです。もちろんこのせいでオーディオと、ゲームの物理処理などでですね、CPU リソースの取り合いが発生してしまっていて、ソニーがテンペストエンジンで実現しようとしているオーディオ処理はおろか、単純な 3D オーディオ処理もするのは難しかったそうです。PS5 はこの難しいオーディオ処理をテンペストエンジンにオフロードしてしまうことによって、音声処理を CPU 上でやった場合と比べてずっと高い CPU パフォーマンスを実現できます。最初の方で Xbox シリーズ X と比較した場合は、比較した理由はですね、ここにありまして、 Xbox シリーズ X は現時点で把握している限りテンペストエンジンみたいに、3D オーディオ処理、3D オーディオ処理もそうですし、もう単純にですね、オーディオ処理に特化したハードウェアっていうのは搭載していなかったと思います。つまり Xbox シリーズ X が PS5 と対抗できるようなオーディオ処理を実現したい場合、その処理が CPU パフォーマンスに大幅に食い込んでくることになるということです。このことを考慮した場合、 3.6GHz をフルに活用できる PS5 と、3.7GHz をフルに、活用できない Xbox シリーズ X では PS5 の方がパフォーマンスを発揮できるのではなかろうかということですね。実際この 3.6 と 3.7GHz、 この2つをパフォーマンス差に換算すると実際数パーセント程度の差なんですよね。逆に言うと、このオーディオ処理が CPU に数パーセント以上食い込んだ時点で Xbox シリーズ X は PS5 に CPU 処理で負けることとなります。ありそうな展開ですよね、これは。で、このことについて発言しているゲーム開発者様もいまして、特に複雑な開発も必要なく、スイッチの一つで 3D オーディオをオンにできるような、状態に PS5 があれば、それは PS5 のオーディオ、CPU パフォーマンスともに大幅なアドバンテージになると言っていました。で、別の開発者さんは PS5 の開発者のために、PS5 は、開発者のためにあるコンソールである、要はですね、非常に開発最適化がしやすいコンソールであると言っていたそうです。これは過去の動画でも少し抑えましたが、PS5 は非常に最適化しやすい。これによって Xbox シリーズ X に、単純なパフォーマンスでは負けていても、実際ゲームは、同程度
で、同程度のフレームレートとかで動かせるはずだという話ですよね。これが開発、最適化という部分です。で、ここまでのことを総合するとですね、イベント内でソニーが言っていたように PS5 っていうのはですね、開発者がそのポテンシャルを最大限に発揮できるようにするためのコンソールだというのが非常によく見えてきます。もう開発者は自分たちの例えばこういう全く新しいことがしたいっていうことを考えた時点で PS5 では、それを実現するために最大限のハードウェアを提供しているということですよね。で、この PS5 と、パフォーマンス、まあ、この PS5 とあとは、パフォーマンスの暴力である Xbox シリーズ X のどちらがより良い経験をプレイヤーに提供できるのか非常に楽しみなところです。5月7日のイベントでは Xbox シリーズ X の方がどうなのかっていうのが見えてくるはずです。このチャンネルでも間違いなく抑えるのでぜひ楽しみにしていてください。あ、それとあれだ、イベントについて補足。このイベント自体はですね、日本時間で5月7日ではなく5月8日になると思います。ご注意ください。あの5月7日に私の動画が上がっていなくても、あの疑問に思わずに、あそういや時差があったんだなって思ってください。そんだけですね。というわけで、今回の動画はここまでとなります。面白いと思っていただけたら、ためになったと思ったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。そんじゃ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。